森山です。世の中にはセクハラの境界線が分かっていない人たちがたくさんいます。本日は何がセーフで何がアウトか、こちらの3つのくじを使ってはっきりさせたいと思います。それでは参りましょう。セクハラ甲子園プレーボール、さあ行きましょう。はい、新人ナースのお尻を、さあいきなり怖いの来ました。大丈夫でしょうか。はい、温かく見守る、これは見ているだけだからセーフ、触ったらアウトですよ。さあどんどん来ましょう。はい、丸の内 OL の、はい、胸を、これは怖い、大丈夫でしょうか。はい、愛犬に眠させる、これは犬だからセーフ、おっさんだったらアウトですよ。さあ今日ちょっと甘めの判定になってますね。さあ飛んでいきましょう。はい、グラビアアイドルの、はい、自宅を、これは犯罪の匂い、大丈夫でしょうか。はい、倍のサイズにする、これはリフォーム、むしろありがたい。さあどんどん行こう。はい、女教師の、はい、足の裏を、さあどうなるのか。はい、ペロペロする、あたーわらー。さあ、あと2アウト、3アウト目指して頑張っていきましょう。さあ、時間がない、どんどん行こう。はい、団地妻の、はい、噛んだガムを、これはキモい、大丈夫でしょうか。はい、たかしと名付ける、全然セーフね、これ余裕でしたね。さあ、どんどん行こう。はい、女子高生の、はい、パンティーを、大丈夫でしょうか。パンティーを、はい、お醤油で味付けする、これはこの後食べそうだから、とーつらー、もうド変態ですね。さあどんどん行こう。はい、芦田愛菜ちゃんの、これ大丈夫でしょうかね。はい、おしっこ、これ耐えられるんでしょうかね。もうすでにアウトっぽいですけどね。大丈夫でしょうか。はい、医者に見せる、これは兼業、危ないとこだった。さあどんどん行こう。はい、女芸人の、さあ良いですからね、女芸人の、はい、太もも、さあどうなるか。はい、松潤に触らせる、これはファール、微妙なラインでした。さあ行こう。上沼恵美子さんはもうセーフ。さあどんどん行こう。はい、金髪ギャルの、さあ時間がない、はい、大事なところ、激アツリーチ、さあ行こう。はい、神と崇める変な宗教、さあ行こう。はい、人気女子アナの、はい、体の隅々よ、さあどうなるか。はい、夕日がてらさん弱い、ポイント聞かせてください。はい、皆さんラストでございます。人気女子アナの体の隅々よ、股間に擦りつける、完全にやったー。スリアドチェンジ、どうもありがとうございました。